はい、皆さんこんにちは、あっちでございます。さあやっていきましょうね。できる人いないんですよね。あ、政務官が欲しいね。一人できないかい。誰が余った今。あ、まだできないのか。誰が何で余ったのか分かんないね。出てるかなこっちに。あ、軍開発が完了したのか多分。か流言が終わったのか。あ、どうしよう。商業開発行っとこうか。あ、吉虎さんね。はい、お願いします。お任せください。基本はほったらかしの方がいいんでしょうけどね。勝手にあげてくれるからね。ただめちゃくちゃ時間かかるんですよね。手で入れないと。はい、まだ、あ、できた。この人、あ、足軽大将か。あ、ちょっと買い殺しちゃってんね。ごめんなさいね。買い殺ししかできないわこれしばらくね。わんさか湧いてくるんで。お、引き抜きね。もう武将の数2人しかいないもんね。ああ、だいぶ減らせれたので攻めに行きましょうか。クモンさん、あ、今引っ張ってきた人かな。90日ね。この人たちだったら半分なのにそれじゃ使えないな。代官入れ替えちゃおうか。あ、人脈とかが出るのか。あ、センちゃん外しちゃおう。センちゃん入れ替えちゃおう。宇都宮さん代官だね。側近組頭、あ、入れ替えられない。あ、クモンさんだね。この人だね。え、ちょっと待って。側近だよね。うん。で、センちゃん、生かしたので、これ多分センちゃんできると思うんです。センちゃん90日なんでセンちゃん90日なんだろう。センちゃんで90日。あ、そうか、統率がいるんだ。そうだ、統率だわ。ということは、統率の高い人と入れ替えないといけないのか。能力見えないもんね。ああ、これ、見た目で統率の高そうな人。クモンさんダメだったよね。宇都宮さんもダメだから。内藤さん。センちゃんと入れ替えて。ありがたいの。内藤さんだったらどうだろう。ああ、短くなった。おお、統率79あるわ。そうだね。建設関係は、あれなんですね。これ、浄化施設行こうか。こっちでしょ。で、あら？おや？誰が余ったの？今。一気に4来たから多分あれだと思うんですけど。あ、そうだね。建設が終わったと思うんですけど、できる人いないのか。別やらすか。あ、そうかそうか、こっちが終わったのか。そうかそうか、本国できてないんだわ。いや、まだまだ宿題がやることいっぱいあるね。連兵長レベル1なのここ。あー、米問屋一度潰した方がいいかな。米問屋潰しましょうか。連兵長レベル3にまでできると思うんですよここ。おお、いないのか。これ委任にしてるとね、また2段目所作ろうとするんだよね。ああ、そんなところに連兵所作らなくていいです。連兵所どうせレベル4まで上がらないんで。ちょっと寝かそうか。しまったね。またこれよくやるんですよ私。薄木のこっち増築しときましょう。やってみせまする。
あら、私またタイマーに忘れてない？ どうしようもないわ。できないできない。うん、これで回しましょう。おい、また見つけたか。困ったな。できる人いない？いないね。すぐに交渉はいいです。ありがとうございます。ああ、いいですいいです。まだいいですね。はい、発令しましたと。三好家、ああ、どうぞどうぞ。三好家とはね、そんな悪くないんで。私か、まあ、45日だから行っとこうか。いざ始めよう。はいはい、今度は制度建設いける。はい、けんね。ああ、またため、ノブさんだけど、まあ仕方がないやね。まあ出世するからね、仕事与えとけば。はい。また制度建設。はあ。もう、あ、いけるか。ああ、高橋さんか。42日いいね。川上さんよりいいや。またお願いしちゃおうか。はい。で、先導、ああ、闇討ちね。あ、お、どことやり合ってる？おう、ああ、長宗壁が上に行ったんだ。ああ、ということはあれだね。うん。攻めるチャンスだね。では、攻撃目標。うん、行っちゃいましょうか。ああ。19条そんなにいける？ああ、もうみんな行くようになってんね。まあいいか。うん、はい。今がその時。まあいけるかな。でもう内政しなくなっちゃうので、まだ時間かかるんでね、ここら辺のことはしなくていいと思うんです。時間かかるでね、もうちょっとかかりますんで。ああ、軍開発しとこっか。で、で、お次は、領内ね、商業発展。あ、だいぶ色明るくなってきたね。はい、平戸城。300、秋脇さん。秋脇さんでお願いしちゃいましょうか。え、60日でしょ。これはもう固定なので。手にせましょう。はい。お金も結構溜まってきたんでね。はいと。石川さんが符号を囲ってると。はい、取っていきましょう。お、統率高いや。あ、この人建設部長にしようかな。で、銀山開発。内藤さん50。おお、内藤さんいいね。あ、内藤さんが。あ、でももったいないや、内藤さん。上司にしたいね。あの人建設部長にしちゃうともったいない気がします。だから高橋さんもね、なんだかんだ言って使ってますけど、できれば、あれだね。できれば、あっちで使いたい。おお、言ってるね。毛利さんをいつ使うかだね。3に上がって、あとやってないこと。やってないことは、ちなみに極高どうですか？あ、極高も悪くないね。
まあまあ商業発展に尽力しましょう。300、300、300、300、あ、いいね。インドさんお願いします。任されましたぞ。なんかね、なんか調子よくなってきましたね。領内で今度は極高行っときましょうか。はい、柳川城250。ああ、為信さん開いた、開いたか。おお、私やめときましょう。私ちょっとあれしたいから。やってみせましょう。もうそろそろ開くんで。ああ、為信さん来たか。はあ、どうしようかな。こういう時に限って出てこないんですよね、いろんなもんが。はいはい、減服してばっかに加われた。はい、あ、はい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 。伊藤さん、インドさんね、愛が、あ、相良さんね。あ、おお、宋さん、宋義俊。見た目とは裏腹に政務の方がいいですね。はい、種子島さん、ああそうだ、種子島さんね、前お亡くなりになっちゃいましたけど。はあ、まさかそれが違う。あ、鎌田さんね。はい、ミュージックとの同盟は期限切れ。あ、続けますよ。はい、で、引き続き親善で消費しちゃったので、三好家とは結んでいきましょう。あ、薬丸さんがさっきやってくれてたんだね。長いことお疲れ様でした。今度はと吉田さんにお願いしようか。心得ました。あ、援国投与来てるわ。はい、でさらに投与も来てます。で、まだだね。あ、まだゼロだもん。 あ、でも極高が増えました。11になりましたから。で、4余ったので、今度こそ自分のここを考え水路で、為信さん、為信さんでいいでしょう。45、あ、私の方が42日か。ああ、やっとこか私で。私建築は得意なんだね。ああ、まあもうちょっと為信さん置いとこっか。ああ、うん、そうしよう。いや、今為信さんをね、大官で置いて第二部隊の頭にしようかなとも思ったんですけど、頭になってくるかどうか分かんないからね、私の感じだと。ああ、小手田さんがお亡くなりですね。病気になってました。伊藤、あ、伊勢さん、うん、あ、いいいいいいですね。はい、で、地高不要、空きが出てたんですね。どこ？あ、ここか。為信さん連れていくのもね、こっちも連れていくのもちょっと嫌なんですよね。いや、内藤さんめちゃくちゃいいもんね。後ろの国なので、この人の方がいいね。で、あとある？あとはないね。でも次はちょっとこちらのね、鎌田さんやばそうなので、こっちも大丈夫だね。さあ、今年本能寺の変が起きてくれればもうめちゃくちゃ嬉しいんですけど、絶対起きないよね。で、大官が来ましたので、大官埋めちゃいましょうか。誰で？石川さん、あ、いいね。何かやってない？やってないのか。やってない。ああ、でも石川さん大官にするよりは、ちょっとこっちで働いてもらった方がよかったかな。はい、で、浄化施設行きましょう。私のとこやってんだね。あ、ここだね。連平城はできるだけ4にしたい。や
り遂げてみせましょう。お、笛鳴りましたね。お、時間来ちゃった。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。